でも誰かがやらなきゃいけない、私みたいな商人には向かない状況ですけど、でも皆さんがいるから、皆さんがいるから頑張れる。頼りにしてますよ。さあみんな頑張っていきま。しょう。あ、れ。え？カイノ。キリトさん。私、今、どう、なって。そんな、カイナン殿、カイナン殿、どこからか攻撃されてる。みんな、カイナンさんを守って。天命が。待って、今回復を。みんな、さ、いいから、いいから、に、げ、カイナ！嘘！カイナ！カイナ！そこにいるやつ、出てきなさい！へえ、よく隠れてる場所が分かったな。それにしても、不穏分子かと思いきや、まさか。KOB のアスナ、それに、黒の剣士キリトかよ。一番どんくさそうなやつからやったんだが。先にお前らを狙えばよかったぜ。あなた誰？どうして私の名前を？ああそうだな、この格好じゃ分からなくても仕方ない。お前らと同じでよ、この世界のアカウント使って動いてるんだぜ。俺とアスナの素性を知ってる。しかも姿まで。職員、機関学校関係者。いや、この戦い方、この狂気にも似た殺意を俺は知っている。お前、いろいろ大事なもん殺してやんねえと思い出してくれねえ感じか。寂しいもんだ。じゃ、ここにいる女どもを殺すか。もしかして。いや、そんな、この状況で、そんなのありか。敵側にあいつがいるというのか。SAO で、殺人ギルドとして恐れられていた、あの集団。It's showtime! アフィコフィのリーダー、お前、ブーカ！ブラッキー、黒の剣士、キリト！ご名答！会いたかったぜ。俺が唯一殺しきれなかった愛しの勇者さんよ。クリスマスとニューイヤーが同時に来たってくらいハッピーだな。あキリト、お前にとってもそうだろ。先行、お前もだ。俺たちはやるべきだ。出会ってしまったんならやるしかねえな。何をってそりゃ殺し合いに決まってんだろ。来いよ、先行、キリト。行きます、行くわよ。
いいぞ、この調子で。どうだ、助かった。
攻撃じゃねえな。そんなに血まみれになりてえのか。だったらそうしてやるよ。女ども、いい声で泣いてみせろ。リズさん、よそ見してる場合か。しょうかもリズさんを。かわいそうにな。あとを追うってのはどうだ。なあ、なあ。みんな逃げて。ここは私が。キリト君、先に行って。ドロシーさんも。この男を食い止める役割なら、ドロシーさんには暗黒騎士団の人に誤解を解いてもらわないと。キリト君はアリスさんを守るの。それぞれ役割がある。行きなさい、キリト、ドロシー。早く！くそ！ドロシー、行くぞ！おいおい、待てよ！そんなのありか？キリト！決着をつけようぜ！なあ、なあ！俺から逃げるんじゃねえ！カイナン殿が、みんなが、キリト。ドロシー、今考えるな。考えちゃダメだ。前へ、前へ進もう。見つけたぞ。滞在の子供を確保しろ。お得もだ。生け捕りにして DIL 様に引き渡せ。しつこいな。まだ狙っているのか。ドロシー、振り切って逃げるぞ。シロ、追いついてくれたのか。よくぞ無事でした。他のみんなは。いい、落ち着いて聞いて。最初にシリカが殺された。次にリズ、アスナが相打ちの形でプーを倒してくれたわ。その後もリーファは何とか立ち上がってくれて、私とあんたたちを追いかけたけど、こっちにも暗黒術師ギルドの追っ手が現れて、リーファを守りきれなかった。シノンしか生き残らなかった。みんな、みんな死んでしまったのですか。そうよ。そんな、みんな、みんな、しっかりして。いいから行くわよ。キリト、アスナに言われたことを忘れてないでしょ。アリスを助ける、ドロシーを戦場に届ける。分かってるよ。行こう。
兵の使者様ですか？お待ちしていました。誰？何者なの？将校ギルドの者です。この補給路で後方支援を担当しています。見ていたのか？ええ、あの惨劇を見た後、先回りしてこちらの道で待たせていただきました。こちらですよ。さあ、さ、本当にこの道なのか？ええ、こっちですよ。こっち、こっち、こっち。我々はここまでです。もうここまで来れば道はわかりますね。さあ行って、行って、行って、行って。もうすぐですよ。もうすぐです。なんか様子がおかしくない。戦場の殺意にやられて頭がおかしくなってしまったのでしょうか。相手にしてる暇ないわよ。一度逃げて迂回を。ベクタ様万歳。和平なんて無理だったんだ。最初からこうすればよかった。みんなどうせこの戦場で死ぬんだ。だったら殺す方に回る方がいい。死ね、死ね。どうしたって橋を渡るしかないぞ。キリト、分かってるの。私たちが守るのはアンダーワールドそのものよ。シノン、走って。任せた。行くぞトロシー。前を走らせててよかったわ。正直もう天命が尽きかけてるなんて言えなかったもの。あとは頑張りなさいよキリト。キリト、シノンが。後ろを見るなトロシー。ドロシー、小さい頃からいつもそう。みんな、みんなどうして先に死んでしまうのですか。どうしていつも召喚は生き残ってしまうのですか。誰よりもこの世界に不要なのは召喚なのに、どうして召喚を真っ先に殺せばいいのに。この世界はそうしない。どうしてこんなに意地悪なんでしょうか。父さんも母さんもいないこの世界で、どうしてこんなにも苦しい思いをして。キリト、召喚はもう。ドロシー、もうこんな世界で生きていたくない。認め合えた者たちも、また再会しようと約束した者たちも。ドロシー、アリス殿もユージオ殿もシャスター様、リピア様も。ドロシー、やめろ。みんな、みんなもう死んでいるかも。やめろドロシー。
ドロシー、進もう。キリト、きっと君を守る。生きていたくないだなんて君が言わなくなる未来を作ろう。きっと作るよ、ドロシー。もう一歩も進めないなら俺が背負う。だからドロシー、お願いだ。ここで折れないでくれ。俺がいる。俺がいるよ。ごめんなさい。君だって怖いのに、悲しいのに、召喚は自分のことばかり。キリト、キリト。君の言う通りだ。行きましょう、キリト。何があっても召喚は最後まで君の友達です。キリト、もうすぐ最前線です。ああ、血生臭い匂いがしてきたな。中に入れば戻ってくることはできないでしょう、キリト。いいですね。ああ、戻ることなんて考えてない。前進あるのみだ。ドロシー、あそこ有事だ。シャッター様、リッペア様。この声はキリト。おい、シャッター、ドロシーのジョーちゃんが言ってるぞ。聞こえねえのか。シャッター様、おやめください。暗黒界に平安をもたらすと召喚に語ってくださったじゃないですか。我々はあと一歩で和平ができた。いくらベクタ様が現れたとはいえ、この暴虐な争いをあなたが管轄するはずがない。目を覚ましてください。リピア様を愛しておられるんでしょう。このままでは彼女も死んでしまいますよ。ドロシーグロキリト、ユージオ！一体今までどこに行って、いや、それよりもここはいい。アリスのところに行って、行って、行くんだキリト。僕らのアリスを守って。くそ、簡単
には行かせないってか。見境がなくなってる。洗脳どころじゃない。これじゃ侵食だ。自我が消えつつあるのか。これもベクタの仕業だって言うのかよ。ドロシー、やっぱり大元を叩きに。ドロシー、洗脳解除の方法。父さんから学んだ知識の中に何か対抗できるものがあるはず。暗黒術、神聖術、工程は違えど、リソースを使用し特定の現象を起こすということは同じ。父さんは言ってた。何かが誕生すれば、その瞬間にそれを打ち消す概念が誕生するのだ。対抗できる術式展開、状態異常、ステータス異常。ドロシー、回復、違う、今後、違う、解除、対象の複数、統制された専門、解除、レリース、違う、リモートコントロール。キリト、召喚は父さんからたくさんの神聖術を習いました。ステータス異常を解除するシステムコマンドは存在します。本当か？ドロシーはそれを使えるのか？はい、習得済みです。召喚はできます。ならせめてシャステやリピアだけでも。いえ、キリトの言う通り、大元を立たねば。戦場にいる全ての者たちを正常な思考に戻さなくては、この争いは止まらないでしょう。一人や二人ではダメです。全員にこの状況はおかしいと理解してもらわないと。でもシステムコマンドが分かっても、それを向ける対象が多すぎる。はい、全員にやるとなれば大規模な術式が必要になります。ですが、今この場は神聖力に満ちている。散った者たちも同胞を生かすためなら許してくれるはず。そして足りない分は召喚の命で補えるでしょう。おい、召喚のって。キリト、君が好きですよ。ドロシー、おかしなことを考えてないよな。君が好きです。待ってくれ。俺が今他の方法を考えるから。君の守りたい人、守りたい場所、君自身も、召喚が守りたい。君を守ってあげたい、キリト。ドロシー、ダメだ。どんなことになっても、ずっと君の友達です。本当に大好きですよ。だから君と世界を守る。システムコール。